久保さん、石の話聞き入っちゃいましたね。<laughs> こう石セミナーできそうですね。さすが隠居界の隠居界の神ゴッドですね。<laughs> なんかね何だったっけな,あのなんかあの映画でねこのペンを売れるかみたいななんだっけな,な何の映画の名前か忘れたんですけど最後ねこのペンを売ってみろみたいな俺に売ってみろみたいなね。 なんかあるんですけど。何でも売れるんですよね。売れないっていうものはないっていう。うん、で、その、なんだろうな。うーん。まあ、久保さんのその伝え方、プレゼンの仕方は、まあ、テクニックなんだけども、その、なんだろうな、その、うん、その、本質が分かってないとうまくいかないというか、これ難しいですね。な、なんだろうな。多分、今の話聞いて、 じゃあ実践できるかっていうと多分できる人あんまりいないんですよ。でなんでかっていうとなんですかねその表面的なところしか知らないとあこういうトークでやれば売れるんだっていうんだと多分売れないんですよ。多分まあ今凝縮してるんであれなんですけど多分その多分まあ僕はその場にいないんですけどもいろんな久保さんの結局今までの体験話の価値がそこに入ってるんですねそのプレゼン多分ね。 なかります。で、さまざまな体験の事例とかも踏まえて、多分、まあ今、数分にまとめてるだけなんで、表面上しか見えないんだけども、多分1時間ぐらいやったって言ってるんで、だから結局、その久保さんのいろんな体験と今の話がこうプラスミックスして、こう、付加価値が生まれてるんですよね。だそれを何も経験もない、ただそのトークだけでね、言,言うんであるならば、多分、まあ深みはあんま出ないんじゃないかなと思います。あとは前提条件ですね。ここが大事なんだけども、 あの即歌塾の塾生さんっていう、それとオフ会の講習をやりますという前提も良かった。これが道端でそれを誰も知らないね、久保哲郎誰も知らない赤の他人がいきなり言い出したら誰も信用しないだろうし、うーん、みたいな。てか聞いてくれないですね、そもそも。そもそも聞いてくれないですね。だからいろんな要素が組み合って売れてるっていうことを、うーん、理解していないと多分無理ですね。再現はできないでしょうね。うーん でもすごいですねなかなかでも石を売る石石売るセミナーちょっとやりたいですねワクワクしますね石,石を売るプレゼン俺みんなでやりやり合うみたいなだからこれなんかねまあ何年後かまあ、コロナがなくなって久保さんが暇で僕も暇だったら俺に石を売ってみろセミナーみたいなね俺にペンを売ってみろみたいなね これ結構その学びというか、まあそこでセミナーというかね、実践でこう、なんだ、レクチャーし合えるんですごくいいんじゃないかなと。億万長者合宿もね、プレゼンありましたけど、なんかその、それなんか今パッと降りてきたんですけど、みんなでこのやり合う、うん、っていう一つの題材。じゃあこれはどう売っていくのかみたいな。 まあそのセミナー会場にある適当ななんでもいいんですけど、それをどう、どう、どう売るっていうね。久保だ久保哲郎はどう売るとかね。俺だったらどう売るとかね。それやり合うの超面白くないですか、多分。それめちゃくちゃ面白いと思うんですよね。っていうセミナーのね、100万で売るっていうね。<laughs> 結局お前も売るのかよ、みたいな話ですけどね。<laughs> いや、それ結構いいと思いますけどね。はい。はい。いってらっしゃい。